でもいいや、誰でもいいから誰かいないか。声ではないが睨む視線がふたふたあると思えた。これでおさらば、序盤からさらば、夜がほどけた。好奇心だという視点線の向こう側へと。全然興味ないって情報が舞い込めば、想像通りだったといえばそうになるが、大敗的だった。コーヒーの泡をこぼした、そんなそんな毎日だった。僕の前に現れた君は、今日もステイ。あなた方には、あなた方にはお世話になった。覚えはないが何かと言いたい、そんな顔していますが、目に映るものが、ここにあるもの全てが偽物でした。情に隠したって棒に振ったって、今に始まる。せいぜい舌を噛んで、そこで黙っていれば想定通りだったといえばそうになるが、感傷的だった。君らしくはないが、そんなそんな表情が一瞬僕の目には美しく映った。